テリ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 、父さん母さんありがとう。まあそんなことはいいんですけど、はじめまして、ジャストハッピーマイライフのようこです。いやー、なんかもういっぱい話せちゃう。なんか YouTube を始めてこう話したいことが溢れすぎててやばい。ちょっと皆さんよかったらお付き合いくださいね。いやー、このエルメスの話がちょっとまだ続くかもしれないんだけど、昔ね、そのお客様が画像を送ってくれたっていう話をちょっとこうしたと思うんだけど、覚えてるかな、覚えてなかった、初めての方がいるかもしれないんだけど、そう、昔そのエルメスのねバーキンを手に入れましたって言って私にわざわざ画像を送ってくれた方がいらっしゃるので、私なんかそれが最近この子だったんだっていうのが分かってね、もうテンション爆上がりしたわけですよ。もうね、すっごい嬉しかったし、なんかいや、それなんで嬉しかったかっていうと、その気持ちをねずっと温めてくれてるっていうか、なんか常に、いや、もうその方と私、なんかその方が私を見つけてくれて、なんかまあ減ったら10年はならないかもしれないけど、結構長いですよ。7、8年ぐらいはきっと見てくれてるんだろうなっていうのを思うんだけど、なんか最近ひょっこりちょっと顔をね見せてくれるようになってああみたいな、なんかあなただったのっていうこともすごいあるんだけど、なんかそうそう、最近っていうか、ちょっと前に対面セッションみたいなやつをやってたの。なんかでも本当にちょっと幻になっちゃいそうなんだけど、いやでもね、機会があったらぜひぜひちょっと対面セッションとかもしたいなと思ってるので、要望があればっていうかなんだけど、そう、まあいいや。それでね、対面セッションっていうのはちょっとやったことがあって、その時も10年とかずっとこうブログを見てくれてたお客さんが大阪関西の方から来てくれて、私こう住まい東京なんですけど、来てくれて、なんか実はみたいな、なんかこうこうこうでみたいな話をしてくれて、いや私もそれもめちゃくちゃ嬉しかったし、なんかその昔のお客様とずっとこう続いてるっていうのがもうすごい嬉しい。それなんでかっていうとさ、私そのブログもちょっと実はこの10年ぐらいやってたことがあって、でもそれも名前もね、昔ちょっと違う名前で活動してたので、もうピャって消しちゃったんですよ。もう全部もう消えたし残ってないんだけど、なんかある時なんか私破壊の星を持ってるのか、すごい気づいたものを全て全部もう一回さら地にしたくなる衝動が何十年とかに、なんか12年とか10年とかのスパンで一回訪れちゃうんですよ。これ何なのかちょっと本当に自分でも謎なんだけど、そのなんかね、それはまあちょっと謎と言いながらちょっと分かってる部分もあるんだけど、なんかその時もそんな感じで、もう10年ぐらい続けてたアメブロをもう本当になんかもうスパンってやめちゃって、そして名前も変えて、名前も全然違う名前でインスタとかをちょっと2年ちょっと前にこそぼそぼそっと始めたみたいな。でももう全然その時に話してたような内容じゃなくって、結構ファミリーのことをの写真とかバーってあげたりとか、なんか本当に、まあ、つまらないインスタをねなんかやってたんだけど、なんかそれでそれも見つけてくれたのかなんかでさ、きっとこうやってずっと続いてるっていうのもすごい奇跡でしかないし、なんかそれでこの間その対面セッションをした時にひょっこり現れてくれて、いや実はなんかそのアメブロ時からずっとこうファンでいてみたいなことを言ってくれて、もう震えました。本当にもう私なんか愛でしかないなと思うんだよね。なんか結局そのこの世の中って、ちょっとエルメスから脱線しちゃうんだけど、この世の中って結局そのやっぱ愛のあるこの流れの波の中で私たちは生きていて、そこであなたに出会ったりあなたと別れたり、なんかそういうのをやっぱりいろんなこう繰り返しの中で私たちは愛の波で流れてるわけですよ。そうゆっくらゆっくらと。で
ずっとこう同じスピードで流れる人もいるし、やっぱりこの下流とか上流とかも流れのスピード違うじゃない？あと渦があったりさ、そういうところにいる人はまたちょっと違う距離や時間とか距離を置きながら、またどこかの海ですれ違うかもしれないし、ちゃんとこうやって混ざり合うかもしれないっていうね、こういう人生の波の中で生きてるんだなってなんか改めて思って、なんかだって自分はこうやって普通にさ、あのその時とかその方のこと知らずに生きてたわけじゃない、のうのうと。だけど知らず知らずところから愛をもらってたわけじゃん。その目に見えないものかもしれないけど、愛というエネルギーが私に向けられてたわけ。そうだから、なんかだって別に全然会ってないし、ただのブログとかただの SNS の付き合いであっても、その愛のエネルギーをその方からもらってたわけ。どんな悲しみにいようとも、また涙がいやいやいや、あのちょっと待ってね。そう、あのあなたが、私もあなたもどんな悲しみにいようとも、どんな辛さの中に流れの中にいようとも、そうやって愛のエネルギーは必ず私あなたにも向けられてるの。だから悲しみも喜びも同じなんですよ。そう、なんかそれをまた改めて考えさせてくれた、あのその DM のやり取りだったんだよね。そのエルメスのバーキンだったかもしれない形は、なんかそれを私に教えようって思ってくれたその方の愛があって、なんかずっと見てたよっていうあなたの愛があって、私はこう自分が例えばね辛い時とか苦しい時があったとしても、その方たちの愛の中で泳げてたの、泳がしてもらってるわけなんですよ。今もこうやって YouTube の中で私を例えば見つけてくれた方がいて、私の何かに触れてくれてさ、こうやってチャンネル登録を例えばしてくれたとして、そしたら私はそのあなたの愛の中でこうやって生きられてるんですよ。でそれはあなたもそうで、あなたは何気ない日常を過ごしてるって思ってるかもしれないけど、そうじゃなくて、誰かがあなたのことを知ってて、誰かの愛で、愛の中で生きてるんですよ。だから辛いって思ってる時があるかもしれないし、苦しいって思ってる時があるかもしれないよ。だけどね、全然あなたが知らない愛が向けられてるのを本当に忘れないでほしいなと、本当になんか改めて思ったですね。だからなんかそれはやっぱり伝えたいなと思った、うん。なので本当にありがとうの気持ちがいっぱいになりましたよ。本当に DM くれてありがとうそして私をずっとこう見ていてくれてありがとう。そしてまたあのブログ、インスタ、 YouTube で映ったんだけど、それぞれいつも私結構コンスタンス、こうなんか名前とかも結構適当って言ったらあれだけどさ、あんまりその執着がないから、結構パツンパツンってこう名前を変えて急になんか違う場に行っちゃうみたいなことがあるんだけど、なんかそれでもずっとこう温かい愛の目線でね、あの見守ってくれていて本当にありがとうございます。もう感謝です。そうだから、あなたもいっぱいの愛の中で泳いでるってことを絶対に忘れないでね。私も忘れないし、うん、っていうのを伝えたくなりました。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。じゃらじゃらじゃら。